はい、皆さんこんばんは。おじさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？ということで本日も引き続きご紹介していきますのはこちら。AYA NEO 2021 Pro レトロパワーカラーです。はい、ようやく言えました。で、まあずっと今エミュレーター紹介してきてて、まあいつもはね、PlayStation 3と Wii U ですね。Wii U やったらエミュレーター終わりで Steam ゲームですよってで行くんですけどもですね、本日はちょっと新しいエミュレーターを試そうかなと思いました。だいぶ前から存在は知ってたんですけども、非常に完成度が低かったり、敷居が高いっていうことで、まあ導入ずっとしなかったんですけども、最近なんかその古いエミュレーターが終了して、で、新しい有志の人々によってそれが引き継がれて、非常に敷居が低くなって、完成度もだいぶ上がってきたっていう噂をちょっと聞いてたので、最近調べてみたら、どうも、これいけるぞっていうことで試したんですよね。じゃあ、このAYA NEO Pro、AYA NEO 2021 Pro の方でもですね、これちょっと動かせそうやなっていうことで、まあ、どこまでいけるかわからないですけども、全部は全部試してないんで、ちょっと遊んでみようと思います。それでは、おじいさんのところ、初出しかな？初出しのエミュレーターのテストをどうぞ。散りゆくがいい。しばらく調子の方は。夜としなみにはかっこいいよ。見つけたぞ。博士の知り合いか？よしてくれ、とんでもない。わしを殺そうとしとるんじゃ。関係ないのは消えなさっかり。それは俺が決めることさ。修理工場を売っ払いたいんだ。チボドンは考えそうなことだ。俺が何とかしてやるよ。お前さんだけが頼りじゃ。ついてきてくれ。そのマシンを修理してやろう。知ってるかい？武器ディーラーから積み荷の運搬を頼まれていたはずじゃ。すぐ探せるじゃろう。さあ、それで新品同様じゃ。ビッグジョンが見つかるといいな。修理が必要になったらいつでもここに寄ってくれ。悪いな。しばらくはケイちゃんもおとなしくしてるだろう。レーザー、エンジンから変。Round 1 fight。はい、ということでいかがだったでしょうか。思ったよりね、動きよるんすよ。思ったより動きよるんすよ。びっくりしました。やっぱでもこれはね、AYA NEOのまあ底力があってこそだと思います。でもやっぱりね、まだまだ大体ね、60% ぐらいっていう感じなので、対応してないゲームとか、落ちてクラッシュしてしまうゲームとかあったり、あと日本語化がね、うまいこといかないゲームとかがあります。まあ今日見てもらったやつなんかやと、パンツァードラグンオルタ、あれなんかはやっぱり日本語化できないですね。うん。まあこの辺はまだまだまあこれからなのかなっていう感じですが、でもここまで、まあ、AYA NEOもかなりの馬力持ってますけども、それでもAYA NEOでここまで動かせるぐらいかなり、動きも軽く、動作も軽くなってきてるのはちょっと驚きで、本当にびっくりしました。で、Xbox は結構ね、その場で遊べるアクションゲームとかがすごく多いので、まあ別にうまいこと日本語ができなくても、まあ十分感覚で遊べるゲーム、ほとんど僕も今回説明書読まんとやってるんですけども、それでも十分遊べるゲームばっかりなので、そういうとこでなんか Xbox のなんか再確認みたいなものもしてます。で、Xbox は本当に傷だらけのゲームなんか山ほどあって、大変でしたけども、いろいろあって、この辺はまたちょっと、メンバーシップの時にちょっとお話ししようかなと思いますけど、まあいろいろありました。はい。まあでもこんな感じでAYA NEOでなんとね、Xbox ゲームさえも遊べるっていうのはなかなかいい感じですよね。なんかでも Xbox なんとかってやつ入れたら、何個か遊べるのかな確かね。うん。あとはまあこう、リンク貼ったりしてなんかできるんですよね。なんかムーンライトかなんか使ってとかできるらしいですけど、まあエミュレーターとしてでもまあこんだけ十分動かすことができるんで、まあ楽しみの一つにできるんじゃないでしょうか。まあオフライン環境でね。うん。よかったら参考にしてください。こちら紹介してますのはAYA NEO 2021 Pro です。で、カラーはレトロパワーカラーっていうものになります。こちら日本の Amazon で発売中でだいたい14万円ぐらいで発売中です。で、1個下のランクのAYA NEO 2021 Pro が付いてない方は、11万円ぐらいで11万円ぐらいで発売してますので、どちらかご興味ある方は買ってみてはいかがでしょうか。ただしね、気軽に買える値段ではないので、まあ何かお小遣い貯めて買うなりね、まあ覚悟を決めてで失敗しないように他にもいろいろ出てますんで、こう UMPC 系はね、ご自身の、まあ使う用途に合ったものを選んで、購入してみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。